俺の区間は AWM。 はいどうも、スコアレです。今回はですね、エヴァンゲリオンコラボの新しいレジャーですね、使徒襲来。これで必ず初号機ですね、を使うことができる方法ですね。今回はそちらの方を伝授していこうと思います。結局ね、自分が何するかっていうのも大事なんですけど、自分の装備をいかに整えるかっていうのが大事なんですよ。戦いながら自分の装備を揃えて、なおかつ体力を維持すること大事です。まずこれ、空母核がありますね。そして空母があります。この二つを確保しないとダメです。空母核と空母を最初から確保しておくこと。これが一位になる上で絶対大事です。で、敵が殴り寄っても、人が殴り寄ってももうお構いなしにアイテム拾ってください。アイテムと自分の体力の方が優先です。で、これで弱点が出てくるまでは殴らないです。もう殴らないです。まあ、適当にこうやってジュース飲みをおけばいいですね。で、これ弱点出てきたら初めて殴ると。弱点出ていない状態で殴るのは結構効率悪いんで、まあ、弱点出てない間はリロードするか、まあ、回復入れるかしときましょう。こうやってね。で、弱点出てきたらこうやって殴っていくと。これで十分です。これで本当に十分なんですよね。で、もしも自分がいる場所が攻撃位置になったら走り撃ちしながら少しずつ避けていくと。そのプレイが大事になってきます。こうやって弱点が出てきたら殴る。弱点が出てない間は殴らないと。それで十分です。で、これで押してくるんですよ。押してきたらこうやって移動してですよ。真ん中をこうやって殴ると。真ん中を殴るんですよ。この真ん中殴っとけばぶっちゃけいいんですよね。で、これで弾なくなったら銃を切り替えてもう一回撃つといった感じで十分でございます。これでもうほぼ1位に近い状態になれます。今1位になれませんでしたけれど、次1位取ってきますね。1位取ればもう初号機ゲットできますんで、初号機運転できますんで、まあ、まずはね、違うやつに初号機動かさせてあげましょう。どっちにしろ初号機はね、2回あるうちのどっちかしかできないんですよ。絶対その DPM で負けてしまいますんで、噴火かどうかは知りませんけれど、ダメージ量で負けてしまいますから、こうやって取らせてる2回のうち1回取ればいいよぐらいの感覚でいればいいと思います。絶対に弱点しかなくない間、そういうプレイをしていきましょう。弱点で出てない間は、マジ殴ってもね、効率悪いんで、なんかジュースでも適当に飲んでいけばいいっすよ。こうやって、弱点出たら殴っていく。まあ、81でもいいんですけどね、ぶっちゃけ。空母じゃなくて81でもいいんですけど、走り打ちがね、弱いんですよね。で、この携帯になって、まあ、ちょっとね、待つようなのであれば、まあ、殴ってもいいですね。正直ね、この携帯の時はね、殴ってもあんまりね、うまみないんで、僕はね、この携帯の時は、弾取ることをね、優先します。今回は結構ね、まあ、ちょっと、弾の余裕もあったんで、少し殴りましたけど、基本的にあの携帯のまんまの時は、もう弾取っとった方がいいですね。弱点ないんで、効率悪いんですし、もう弾取っとった方がいいですよ。弾取るか、ジュース飲むか、どっちかの方がいいですね。で、これで、ずっと殴っていく感じです。弱点が出たら、こうやって殴ると。まあ、今ちょっとダメージゾーン入ってましたけれど、ちょっと無視してですね、行きました。体力余裕あったからですね。で、これで、ずっとね、弱点が出た時だけ殴り続ける。出てない時はジュースを飲む。それだけで十分。これね、まあ同じことばっかしか言ってないですけど、もう、やること同じことだから変わらんでしょう。で、これ、弱点が出たら殴る。で、ダメージゾーン入ったら避ける。まあ今のはちょっと避けれないんで、無視しましたけれど、こうやってね、で、ダメージゾーンが入ったら、走り打ちして逃げる。もうこれだけ。本当にこれだけ。で、あとね、FPP モードを使う。これが大事になってきます。直上にね、ラミエルが来ていても、FPP モードだったらすぐ撃つことができますんで、まあ、なるべく FPP モードを使って立ち回るようにしましょう。FPP モードだったらね、弱点がだいぶ上の方にあっても、きちんと狙うことが可能ですので、で、これ多分押してくるかな、押してくる。押してきた時に、これを空母で狙うと、これを空母で狙います。ね、バーッと、まあ、適当に撃っとき当たるんで、この位置におったら。で、弾切れになったら、銃を変えて、もう一回撃つと。ね、それで、OK です。で、これでほら、1位になったでしょ。なれるんですよ、簡単に。で、初号機に乗った後は、もう AW ばっか撃っときゃいいです。AW でなんか弱点ばっか狙っときゃいいんで、もう弱点出れなかったら弱点打たんでもいいですね。ダメージさえ入れればいいからですね。多分これ1位取れるだろう。ダメージ量的にもね、初号機のやつより今上取ってるんで、乗る前から。多分ね、いけると思う。で、腰打ちでいいっす。正直。でも腰打ちでも十分なんで、腰打ちでバンバンやっておきましょう。これ十分当たるんで、で、ダメージ量も多いから、でも持っときゃ勝ちっすもんね。これ勝っただろ。ダメージ量多分これ勝っとるっすよ。ほら、腰でいいっす、腰で。十分、十分。腰で、OK。これで、まあ、当て続ければ、一発ダメージね、2万とか5万とか入るんで、AW ね。まあ、正直構えて使うよりも、こっちで十分だと思うんですよね。ほら、これで倒した。OK、ラスキルゲット。まあ、こんな感じでね、初号機を使って、いれば、まあ、ダメージ量的にもトップ取れますし、まあ、何より楽しいですし、初号機使うと。まあ、簡単に、初号機使われたい方は、今僕が言ったことを守ってプレイされてみてください。こんな感じで、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォローしろと言われたらフォローしますのでよろしくです。 TikTok、メラティブ、その2つもやってますのでよろしくお願いします。それでは。